今回は都内の美味しい淡麗系のラーメン屋さんを3軒紹介したいと思います。まずは西武池袋線の東長崎駅カネキッチンヌードルさんですね。こちらミシュランとか撮ってるみたいですね。いろいろ貼ってありました。まずはこちらの醤油ラーメンですね。この醤油ラーメンめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なんか淡麗系の美味しいラーメンってどんどんレベルが上がってくると、ほぼほぼなんか似通った感じのラーメンになってくる感じのが多いんですけど、もうここはもう本当に強烈な個性がある、本当になんか醤油がガツンと効いてて、もう主張の激しい、それでいてこう優しい味わいのね、美味しいラーメンでした。そしてこちらが昆布水の淡麗つけ麺ですね。昆布水にねめっちゃ使ってドゥルンドゥルンになってる麺と、これがねまた冷たく締められてめちゃくちゃ美味しいんですよね。この日はねチャーシューもトッピングしてみました。このレアチャーもマジうまくてね、ほんとやばいですよね。この醤油がガツンと効いた漬け汁も最高に美味しかったですね。またねこの昆布水がだんだん混ざっていくにつれて、また旨味が満載になっていくという、めちゃくちゃ美味しい一杯でした。つけ麺のね食べ方なんかも書いてあって、塩で食べてすだちつけてとか、もう本当にねどういう食べ方しても美味しかったですね。こちらは昆布水の淡麗塩つけ麺になります。醤油と同じくね冷たく締められたチュルチュル麺がねめっちゃうまいっす。ほんと鶏の旨味に、ね、圧倒されるつけ汁がね、もうあっさりしてるんですけど、やっぱ厚みのあるスープで、これにまたね麺をつけるとシコシコの麺がめちゃうまいんですよ。こちら本当何食べても美味しいと思うんですけど、なんか KTM かな、なんか卵かけ麺みたいなのもあるんですよね、限定かなんか分かんないですけど、それもね一回食べてみたいなと思ってるんですけど、ここは本当にもう全部美味しいんでね、あの超絶おすすめのお店です。遠いのがねちょっと僕的には辛いんですけど、行く価値はあると思います。そしてこちらは京王線の千川駅から結構歩きますね、10分ぐらい歩くんですかね、中華そば柴田さんです。めちゃくちゃ人気の店でね、いつも並んでるんですよね。でもまあ 3-40分ぐらいでまあ入れるんじゃないかと思います。僕いつも平日行くんで、ちょっと土日は知らないですけどね、相当並ぶと思います。僕こちら初めて行った時ね、なんかね、中年のおばさんに代表待ちされてて、もう後から来たねその男性の方と2人でもう30分ぐらい待ってからですかね、いきなりピロッと代表待ちされて、めっちゃ勘弁してほしいなと思ったのがね記憶ありますね。まあそんなことはさておき、こちらの中華そばですね、醤油の酸味がね強烈に際立ってるんですけど、丸みがあってね、後味にね甘みが広がるようなね独特の醤油がまたすごい美味しかったですね。そしてねこの極細麺のやわ麺なんですけどね、これがマッチしててね本当に美味しかったですね。こちらも超絶おすすめの店ですね。
そしてこちらが塩そばですね。こちらね、あの醤油の時もそうですけど、ワンタンもね美味しいしね、こう旨味満載なんですけどね、キレがあって軽快なタッチになってるんですよ。で最初はすごいライトな感じなんですけど、具材とかいろんなのが旨味がスープに馴染んでくると、どん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 美味しくなってって、後半はかなりいい感じの、じわじわ美味しくなる、ドンピシャ、最後になるとドンピシャになってくる技ありの塩ラーメンでしたね。そしてこちらの煮干しそば、醤油塩中でやっぱり煮干し一番僕ここのが好きですね。もう順番で言ったら煮干し塩醤油ぐらい、もう煮干しは本当にね、着丼と香る煮干しの香りなんですけど、えぐみもなく旨味満載で、しっかり煮干しのねいいとこ取りな感じなんですよ。でね、後に変なね臭みも残らず、本当にね美味しいエキスだけを摘出したっていう感じのね、最高に美味しいラーメンでしたね。でまたこの柚子七味唐辛子とね相性抜群でね、入れるとまた美味しくなるんですよ。もう本当にここの煮干しはぜひ皆さん食べてほしいと思います。そしてこちらが日比谷線の三ノ輪にあるトイボックスさんですね。こちら駅から5分ぐらいですかね。まあ結構いつも並びがある感じで、でも結構回転早いんでね、10人ぐらいだったら30分で入れるんじゃないですかね。こちらワンタン醤油ラーメンですね。ここね前から思ってたんですけど、このレアチャーがねとろけるような感じでめちゃくちゃ美味しいんですよね。で基本的にはバランスの整ったこう完成された一杯って感じでしたね。もう淡麗系の優等生って感じの味ですね。まあ、とにかく僕の印象に残ってるのはこのレアチャーが美味しいっていうのが強烈に残ってますね。そしてこちらが塩ラーメンですね。僕的にはこちらの塩はちょっと好みではなかったんですけど、なんかちょっとあっさりしすぎてるかなっていう感じですけど、でも結構評判はいいので、こういうの好きな方はいっぱいいると思います。まあ僕の好み的にはちょっと違ったかなって感じでしたね。僕的に言うとこちらは醤油が本当に美味しいんで、僕的には醤油推しですね。今回は東長崎千川三ノ輪の淡麗系の美味しいお店を紹介させていただきました。またね都内の淡麗系なんかもやろうと思いますので、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまです。